では、拡張ユークリッドの誤助法を使う例題をやってみましょう。13x+35y=4。この方程式に当てはまる整数 xy を求めよう。という問題です。まさに、拡張ユークリッドの誤助法が使えそうな式の形ですね。まず、自分で考えてみてください。では、解説に入ります。まず、ズバリと当てはまる x と y を言います。x が3で、y が -1 です。計算すると、39-35 ですから、4となりますね。でも、実は答えはこれだけではないのです。-32と12、というのもいけます。他にも、このように、たくさんあります。無数にあるのです。このように、整数の答えが無数に存在するような方程式を、不定方程式と言います。では、これらの解を求める方法を解説していきます。第1段階と第2段階の2つに分けて答えまでたどり着きます。第1段階は、拡張ユークリッドの誤助法を使う段階です。13と35は互いに素な数なので、最大公約数は1になります。前のページで言いましたが、これは嬉しいことでしたね。では、やっていきましょう。35を13で割ることから、このような式を作り、同じようにしていきましたね。こうなりました。最大公約数が1であることがわかりましたね。1になると嬉しいことは、前のページで説明しました。それぞれの式を、あまりについて解くと、こうなります。この式を使っていくのでしたね。この9のところに、これを代入して、この4のところには、これを代入して、こうなりました。着目している35と13について整理すると、こうなります。まだここに、9が残っていますね。これを代入して、こうなります。また、整理すると、結局こうなりました。できました。1を、35と13を用いて表すことができたわけです。この式を見ると、ここが4ですので、この式の両辺に4をかけます。右辺は、こことここを4倍してあります。1と2を比べると、この不定方程式の解、x と y の値として、-32 と12が該当することがわかりました。最初に言いましたように、解は、これだけではありません。では、他の解を求めるために、第2段階に入っていきましょう。1の式から、2の式を、変点引きます。こんな感じです。共通している13と35でくくりながら答えを出すと、こうなります。ここが0になっていることが嬉しいのです。この部分を、右辺へ移行して、こうなります。この式から大切なことがわかります。この式は、もちろん、左辺と右辺の値が等しくなっているという意味の式ですが、この、13と35は、互いに素な整数ですので、この部分が、因数として35を持っている。つまり、35の倍数になっているはずである、と言えます。また、この部分が因数として13を持っているはずであるとも言えます。よって、この部分は -35s、この部分は 13t、
と表すことができます。もちろん、S、T は整数とします。これらを使うと、この、丸三の式は、このように表すことができますね。ここで、両辺を見比べると、S と T は等しいはずであることがわかりますね。よって、T に統一しておけば、この2組の式は、こうなります。X、Y について解くと、こうなります。求めたい式ができました。これが、この不定方程式の解となります。この整数 T の値をいろいろと変えていくことにより、これらの解の組が出てくるわけです。終わり。